どうも皆さん、おはこんばんにちは、そうです。今日はこれから年内最後のレースコロトンマスターズに出場するために群馬県まで移動していきます。ここは東京駅です。まずは移動用にスタバを買って、これから車で移動していきたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。これのここがいつものここやねんけど、これじゃないところに出てきてそれのどこに出てきた？これなんかこの辺についてる、なんかよくわからんところに出てきたから、ここに着くまでになんかはるばる何分、15分ぐらいかかったんじゃん。だからもう無理やった。ここの中に出てきたら四方とりあえずここに行けるんやけどバカにしてるやろ。してない、してない、真剣に言ってんねんで困ってんねんはい、本日のホテルは東横イン前橋です。はい、禁煙席オーダーしたつもりなんですけどね、喫煙室に通されてしまいました。ほんのりタバコの香りがする。まあ、昔はうちの家系はですね、全然皆さんの興味ないと思いますけど、全員タバコ吸う両親親族だったんで、まあ、子供の頃は割とタバコの煙をね、嗅ぐのが意外に好きだったっていうね、タバコの煙の匂いが結構好きだったっていう。はい、禁煙ルームが良かったな、変えてもらえるかな、まあいっか別に。はい、というわけでまずご飯ですね。はい、初日のご飯何食べようかな、行ってきます。初めて来ました前橋。はい、というわけで無事に前橋ね着きましたけれども、寒い寒いですね。今んとこ寒い以外の感想がないです。おして、50寒い、ね、寒いよね、めちゃくちゃ寒い。はい、ご飯行ってきました。定食屋さん行ってきたんですけどね、美味しかったです。店長さんがなんかやけに水泳に詳しくて、水泳トーク盛り上がってきましたけど、はい、定食食べてきました。で、今回はですね、できるだけ荷物をコンパクトにしていきたかったんで、この2つのリュックの中に入るものだけを持ってきました。はい、でレース持ってくのはこっちのカバンなんですけど、こっちに宿泊用の衣類とか全部入っちゃってるんで、まあ、今から荷物の組み替えをねする代わりに、ちょっとどういう感じでパッキングしたのかっていうのをねちょっと紹介していきたいと思います。普段レースの時はねこっちのカバン使ってるんですけど、この中に入っているものは、せーの、ドン、はい、これ全部カバンの中に入ってました。衣類は基本的にもう全部圧縮袋に今回入れてしまいました。まあ、着るユニフォームとかもね、そんなにシワになっても問題のない素材のものなので、もう全部圧縮袋に入れて、はい、持ってきちゃっております。はい、でこれサプリメントね、はい、レースの期間中に飲むサプリメント、今晩、明日の朝、明日の夜、明後日の朝までの分のサプリメントですね。で、こちらは充電器などのね、ポーチになってます。これ、アソーっていうね、ブランドのテックポーチなんですよ。アソーが持つ、アソーのポーチ。はい。で、マスクたちね。で、こちらバッテリー関連です。はい。お客さんにもらったキティちゃんの袋の中に入れてます。これ先日のジャパンマスターズの日本新記録の副賞でもらったソイプロテイン、明日の朝にでも飲もうかなと思ってます。で、こちらはカッピングです。シリコンカッピングになってます。中身はこういう感じですね。はい、まあ、車移動とかだとちょっと腰の皮膚とか固まりやすいので、まあ、これからちょっとケアしていこうかなっていう感じです。で、あとはBluetooth のスピーカー、はい、遠征中は基本テレビ見ないので、まあ、音楽が命という感じですね。で、こちらはサングラスのケースになります。お気に入りのポラロイドのサングラスを1枚割ってしまったので、ポラロイドのサングラスを新しく1個買いました。で、これは夕方以降運転する用のメガネですね。はい、ちょっと運転が夕方以降不安なんで、夜の運転はメガネするようにしてます。で、これホットアイマスク、ホットアイマスクといえばトトロの柄のやつを、まあ、僕は普段使ってたんですけど、今回のこちらのホットアイマスクはなんと充電式で、しかも
USB Type-C で充電ができるので、まあ、今持ってるプラグほぼ使えるっていうね。で、裏地もちょっとシルク生地ですごい気持ちいい上にサイズも大きめで遮光性もバッチリなんで、かなり期待できる、目を温めるアイテムっていう感じですね。概要欄に一応リンク貼っておきます。この中に入ってるのは延長コードです。ホテルだとね、その電源を確保するのはね、ベッド際に電源を確保するのが大変だったりするんで、延長コードを必ず持ち歩くようにしてます。これはあの秘密兵器の紙コップこれを使ってあることをするとすごくあの姿勢が整うっていうのと、ものすごく寝やすくなるんで、寝る前にこれを使っていきます。ちょっと穴が開いてるんですけどね。はい、でこれレース用に飲むサプリメント、まあ、今回はビタミン B のものを用意してます。それ以外は今回は使いません。でこちらはマッサージクリームですね。ファーマネックスのディープリリーフっていうマッサージクリーム、塗った箇所の血行が良くなるのでこれ気に入って使ってます。こちら ND フィルターです。カメラのレンズにつけるサングラスみたいなもんですね。はい、でこちらは室内履き用のサンダルとなってます。使うかどうか分かんないですけど持ってきてます。こんなところですね、こっちのバッグに入ってるのは。で続きまして、こちらのノースフェイスのバックパックに入ってるのが、せーのドン、はい、こんな感じになってます。こっちはどちらかというと水泳道具一式ですね。まあ、まずバスタオルです。はい、バスタオル。こっちはレース用の水着とキャップがこの袋の中に全部入ってます。これは任天堂スイッチです。今ポケモンハマってるんで、やる時間あればやれたらいいなみたいな感じです。で手帳です。あの仕事のメールがちょいちょい入ってるんで、なんかどうしてもね、紙媒体じゃないと僕うまく管理できなくて、スマホのスケジュールアプリだとうまく管理できないんで、紙の手帳持ち歩いてます。でこちらは水泳道具ですね。はい、練習用の道具、キャップ、曇り止めなど入ってます。ジムのポーチの中に入ってるのはストップウォッチです。まあ、もしかしたら使うかもしれないと思って、これいつも仕事で使ってるやつです。で、ボトルです。はい。こちら、タンブラーです。見ればわかるよっていう感じではあると思いますが、中にはそれぞれ、レース中に使う粉末を、まあ、全部混ぜ合わせたもの、これを中に入れてます。こっちにも同じものが入ってます。で、インスタントコーヒーをね、あのこっちのタンブラーに入れたかったんですけど、インスタントコーヒーを持ってくるのを忘れたので、結局セブンで買い足すっていうね。はい、まあ、これはまあ家持って帰ってもそのまま使えるから、まあ別にいいかなっていう感じです。そして最後にパソコン。仕事がね溜まってるんで、時間あれば作業したいなと思って持ってきました。こんなところですね。まあ、普段よりはね、荷物減らすことできたんじゃないかなって思いますね。まあ、やっぱりどんな入れ物の中に制限をちゃんと作るっていうのは大事だなって思いましたね。もう僕はあの大きいキャリーケースしか持ってないんで、キャリーケース持ってこうと思うと余計なものたくさん入れがちなんでね。はい、今回はできるだけコンパクトに、コンパクトかっていうツッコミはなしでお願いいたします。はい、じゃあ、風呂入って明日の準備して、ちょっとパソコンで作業して、はい、ゆっくり休みたいと思います。ではまた明日、おやすみなさい。こんばんにちはって言って、なんてなんてねえ、たくみ、あ、こんばんにちは、久保田です。ゆる今回はグッドマスターズにはるばる前橋まで来ました。来ております。終わりですか。いや、昨晩は、11時に出勤したんですけど、もう朝かと思って起きたら12時56分でした。やば、やばいし、しょうもないし。再度床に着こうと思ったら、隣か下の階か分かりませんけど、低い低温が。低いと低音は一緒な気がする。頭回ってる。おはよう。おはようございます。今回の会場はこちらになります。
何よ何ですか。いえ、特に理由はない。今日きなこではありません。あ、残念残念今日は何時に来ましたか。今日は4時40分に起きて8時にここ着きました。始発やば。今日は何出ますか。今日は志保さんと麻生さんと高見くんと混合メドレーリレーです。目標は世界新でも高見くん22歳やから、ね、あ、本当ですか。あ、今回がだからラストチャンスなんですよ。119がラストなんちゃう。そう、119歳はラストチャンス。世界新はだからならへんじゃん。あの今が若かったパターンの18歳くらいになっちゃうのか。22歳って。そう、うわっ。まあ日本新よね。日本新ですね。あとはスタートをね、滑らないようにとにかく滑らないように勝手にカメラで遊びました。それをおしまい。そのまま。なんでまだ撮ってます。志保さん、リレーに向けての意気込みを。リレーに向けての意気込み。まあ、タッチは私ですからね。そこはしっかりね、やりたいね。エマが上がってきたの、私がいる。そうですね。そこで、早いやんって言ってもらえるか、おっそってなるかですね。エマが滑ったら、もう飛び込まん。楽しみにしてます。はい。はい、今回もやっていきたいと思います。レースの間だけレースの実況シリーズ。今回はまず 4×50m のねフリーリレーから始まっていったんですけれども、こちらのプール、壁から 10m ずつが水深 1.4m ぐらいでちょっと浅くなっていて、で飛び込み台も昔の形の飛び込み台でですね、この形の飛び込み台ですごい久しぶりにレースしましたね。飛び込んだ瞬間目の前に床があって、かなりギリギリ床ギリギリになっちゃったんですけど、でタイムは24秒27っていうことで、まあ、目も当てられないぐらい遅いっちゃ遅いんですけど、まあ、まず1個今回のね僕のこのリレーにおいての、まあ、良かったポイントとしては、まあ、同級生の山崎くんに、まあ、僕から山崎くんへの同級生引き継ぎというのが僕の中では一つ目玉でした。まあ、本当に何回も同じこと言ってますけど、まあ、こういう形でね大学生の時に違うチーム違う大学でライバルとしてせめぎ合っていた人と同じチームでしかも引き継ぎでレースができるっていうのはね嬉しかったですよね。そして第三泳者の今井さん、今井さんもだいぶレースの時にね緊張しなくなってきたなって思います。まあ、結果的に今回この引き継ぎのタイムで引き継ぎタイムの自己ベストだったっていうことなので、まあ、非常に良いレースだったんじゃないかなって思います。そして4泳者の匠に関してはこの後夜混合 4×50m メドレーリレーが控えているので、まあ、そのためにねクロールである程度いいタイム出していけばこの後のメドレーリレーで、まあ、バタフライを匠が担当してくれるんですけれども、まあ、それに対してのウォーミングアップもいい感じでできるでしょうということでタッチして合計タイムこちらですね1分44秒64、匠は25秒16、本人曰くこのタイムは微妙だと言っておりました。はい、まあ、ここからよく立て直して頑張ってくれたと思いますよ。後のレースに続きます。リレー終わりました。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。大会新おめでとう。今井さん、はい、大会新で優勝おめでとうございます。ありがとうございます。噛んじゃった。しかも引き継ぎベスト、はい、肉肉で昨日に食べた甲斐がありました。僕はちょっとね引くぐらい遅かったですね。反省点の多いレースになっちゃいましたけど、今日のメインは平泳ぎなんで頑張ります。山崎パフォーマンス部長が考案した入場パフォーマンスバッチリ決まってましたね。バッチリ決まってました。そう、よかった。あれ今井さんは X 担当 A です。 A 担当、はい、X 匠か、うん、X
さあそしてやってまいりました、本日のメインイベント、混合 4×50 メドレーリレーです。今回はですね、日本記録を更新ちょっと狙ってみようかといったところで、レースしていったんですけれども、まず匠がですね22歳なんですよ。そうで、匠がいるおかげで37歳の僕も119歳以下区分のリレーに参加できたっていう形ですね。で、今回4人の年齢を合わせて全部で118歳だったので、年内中に挑戦しないともうチャンスがないということで、今回年末にねチャレンジさせていただくといった形になりました。まず第一泳者はねエマが社会人選手権の好調をキープできなかったみたいですね。はい、タイム31秒00で本人曰くゴールした後遅って言ったらしいです。はい、そして第2泳者吉弘、平泳ぎです。このために2ヶ月半近く平泳ぎの練習頑張ってきました。練習試行錯誤を重ねて作り上げてきた平泳ぎ、こう我ながらよく泳げたと思います。と言いますのも、これからタイム出てくるんですけど、想定よりはるかに速いタイムでしたね。29秒5ぐらいかなと思ったんですけど、29秒08ということで、これはね今後の僕の平泳ぎライフにすごい光が差し込んだ感じでした。そして第3泳者匠です。実は匠は夏の都民大会というレースでですね 50m バタフライで 0.4 秒ほど自己ベスト更新したとかって言ってたような気がします。なのでもともとは志保がバタフライで匠がクロールの予定だったんですけれども、自己ベストを大きく出したということで、入れ替わりで匠がバタフライを泳ぐ形になりました。そしてアンカーは志保ですね。志保に関してはですねリレーで出すパフォーマンスがすごい高い傾向にあるので、全然ね心配はしてなかったです。実際問題ゴールしてベストラップからプラス 0.2 秒ぐらいだったということなので、もう上々に上々のタイムでしたね。ただ記録はというと日本記録には届かなかったということで、各々ねかなりベストなパフォーマンスしないと記録更新。お疲れ様でした。腰が爆発しそうです。一番若いのに。お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張ります明日も。引き継ぎは 0.13。 あ、なんか4コン泳いだお兄さんがいるんですけど、かわいい。なんか喋って。なんか死にました。だいぶ緊張しなくなってきました、はい、いきなり顔緩んで。今日こうやってなってませんでしたもんね。全然ならないし。会心の出来でしたね、僕の平泳ぎは。ちょっとこれを機に、いやだからやっぱり来年から社会人選手権は半振り半ブレで、一振りはもう。じゃあ一バタ、高橋さんと仲良く一バタやろうぜ。志保がね。ちゃうよ。もう来年やらんってみんなに宣言してきたから。何が一バタ。一バタメンバーに。もう9番なんで私来年。平泳ぎの練習頑張った甲斐がありましたね。ちょっと平泳ぎ頑張ってみようと思います、これから。打倒え、誰倒すの。大林亮。なんでやねん。同い年やん。それ倒せたらいろいろざわついちゃう。大変大変。ざわざわ。大きいこと言わない方がいい。じゃあ、目標は。目標はだから、フラットレースで今日のタイムを出すことじゃない。9秒0。9秒0でいい。え0でいい。大きいこと言わない。明日の目標はエントリータイムはおいくつですか。1分3秒0です。じゃあ1分2秒5ですね。はい。はい、意気込みをどうぞ。勝負ですね。後半ラスト 10m 死なないように。一生。明日は明日4振りです。何秒で泳ぎますか。エントリータイムが4分30秒なので、はい、切ります。日本人狙いしてる。人のことは強気。人の時だけすごい。ふみさん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。特等席で写真撮ってくれて。お願いします。明日は
明日は明日は50フリー50バッタです。目標は打倒今井。勝負消してるよね。名前分かってるです。打倒松田って言ってみてください。大きいこと言わない。絶好調やな。あれ、あれアルコール入ってんじゃん。帰ってきました。じゃあまた明日。もう疲れてんねんか。2日目、お気に入りのシリコンキャップが破れてしまいました。ロシアの世界選手権の時に買って帰ってきたシリコンキャップ、気に入ってたんですけどね、ショックです。ただね、諸行無常、形あるものはいつか壊れるという悟ったようなことを言って自分を納得させたいと思います。岩手マスターズ協会から送られます。A の入場のパフォーマンス、また本日パフォーマンス賞が送られます。パフォーマンス賞っていうのがあったらしいです。皆さんの A の入場のパフォーマンスを楽しみにしております。通りでみんな気合入ってるわけですね。通りで、そこで、そこで僕らのなんと麻生会計事務所チーム119歳以下区分でパフォーマンス賞受賞ということで。ありがとうございます。あれで、はい、今多分ね、ワイプでワイプでどんなパフォーマンスしてたかって流れてると思うんですけど、あれで賞をいただくという。ありがとうございます。記念品もらえるらしいです。この日の僕のレースは 50m バタフライからですね、左から3人目ですねが僕になってます。まず昨日の反省を生かしてクラウチングスタートをやめました。深く入りすぎてしまうっていうのと、ウォーミングアップでもクラウチングの練習何回かやってみたんですけど、まあ、うまく調整できなかったんで、もうグラブスタートで行こうということでグラブスタートを選択しました。バタフライの方はですね、確かこの辺ぐらいまでは比較的自分でもいい泳ぎできてたと思うんですけど、まあ、この辺から急にやっぱ疲れちゃってストロークのテンポが上がらないっていうね、まあ、もうそもそも朝起きた瞬間から筋肉痛だったので昨日の平泳ぎのダメージ相当大きかったんだろうなって思います。タイマー26。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日のレースはどうでしたか。社会人選手権プラス 1.1 秒からの社会人選手権プラス 1.2 秒自分からの、僕社会人選手権プラス 1.0 秒でした。いやもうね、全てを昨日に置いてきた感じがしました。します、はい、昨日と別人よね。昨日の人はもうおらんかった。ちょっと苦し紛れにグラブスタートに変えてみたんですけど、まあ何も変わらんかったですね、残念ながら。しかも大会新記録。イエーイ、大会新記録。大会新記録。大会新記録です。申し訳ございません。もうちょっと、もうちょっといいタイムで泳ぎたかった。ドキドキ、ドキドキ。何かな、何かな。パフォーマンスショーでーす。では、来ます。昨日食べれなかったあれを食べましょう。疲れちゃいますか。はーい。これを楽しみに頑張ったんだよ。今日の試合は、今日の試合はご褒美なんていうレベルじゃないですけど、また2023年頑張ります。早くも前借り。ててー、美味しそうじゃん。まずパンがめちゃくちゃカリカリで、中のハムが食べかけで申し訳ないんですけどめっちゃ分厚い、2種類入ってる。美味しい。年内最後のレースは 50m 自由形です。こちらもスタートはですね、昨日の反省を踏まえてグラブスタートで行ったんですけれども、まあ、とにかくこのレースに関しては先ほど食べていた9番サンドイッチがお腹に溜まりすぎてて、構えた瞬間からもう苦しくて、で泳いでる最中も 35m ぐらいからずっと苦しくて、まあ、結局ノーブレスではね泳ぎ切ったんですけど、もう終始苦しいレースでした。でタイムの方は
昨日より少し早く泳げればいいなって思ってたんですけど、まあ、結果を見るとほぼ変わらないタイムだったので、まあ、今回出せるパフォーマンスってこの辺が限界だったんだろうなっていうふうに思いました。ここからまた練習頑張ります。はい、後ろの方では焼きまんじゅうを買おうとしている人たちが並んでおりますけれども、まあ、群馬遠征初めてね群馬県でレースやってみましたけれども楽しかったです。はい、美味しいものもいっぱい食べてちょっと年末太らないようにはねしっかりしていきたいと思います。まあ、今回ちょっとレースをやってみてちょっと平泳ぎにね可能性を感じることができたのでちょっと平泳ぎもね練習してみて見て、はい、全日本クラスの大会に平泳ぎでもちょっと挑戦してみようかなっていうねそういう意気込みが湧いてきたんで、まあ、年末に向けてまた練習しっかりやっていって、まあ、年始のレースである程度自分の納得のいく結果出せるようにやっていきたいと思います。はい、というわけで今年のレースはこれにて終了です。いつもレース Vlog 付き合ってくださった方々本当にありがとうございました。こう試合会場でね今回のレースって Vlog になるんですかとかって聞いてくれた人もいてすごい嬉しかったです。これからも頑張っていきたいと思いますんで何卒よろしくお願いいたします。僕たちインフィニティスイムスクールとそしてマスターズ水泳チーム麻生会計事務所今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。僕まんじゅう買ってんだけどね。バーイ。